皆様、こんにちは。今回の動画では、靴クリームの油性と乳化性の違いについて紹介させていただきたいと思います。それぞれの違いをしっかりと理解することで、靴磨きの腕もぐんと伸びますので、覚えておきましょう。靴に栄養を与える靴クリームですが、大まかに二つの種類に分類されていることをご存知でしょうか？冒頭でも紹介させていただきましたが、油性と乳化性の二種類に分類されます。クリームは主に、ろう、油脂、有機溶剤で作られています。ろうが靴に光沢を与えて、油脂が皮に栄養を補給し、有機溶剤がろうと油脂のバランスを調整するといった役割を担っています。この、ろう、油脂、有機溶剤の3つで作られたクリームが、油性クリームと呼ばれています。油性クリームに水を加えて、より捕獲することに焦点を当てた靴クリームのことを乳化性クリームと呼びます。ろうの量を増やしたものがワックスで、ろうをほぼ含めずに捕獲に特化したものをデリケートクリームと呼びます。私たちが靴クリームとして購入しているものは油性か乳化性のどちらかになります。油性と乳化性の違いは水が含まれているかどうかということを覚えておきましょう。油性と乳化性の成分の違いについて理解していただけたと思いますが、次にそれぞれのクリームの違いについて解説していきたいと思います。よく靴磨きに関する本を読んでいると、乳化性クリームの方が扱いやすいという言葉を目にします。扱いやすいというのはどういう意味かご存知でしょうか？今まで私は乳化性クリームは水分を含んでいるから伸びが良く、塗りやすいので、初心者にも扱いやすい、と考えていました。しかし、油性クリームを使った時に、乳化性と比べて、若干、伸びが悪いと感じましたが、扱いにくいとは思いませんでした。逆に、ろうが多く含まれていて、簡単にツヤを出すことができるので、初心者こそ、油性クリームを使うべきなのでは？と考えていました。しかし、気になって調べてみたところ、扱いやすいというのは、失敗しやすいかどうか？ということがポイントだということが、わかりました。油性クリームは、乳化性クリームと比べて、ろうが多いので、クリームの成分が、早く皮に浸透していきます。これだけ聞くと、良さそうな気がしますが、言い方を変えると、失敗してしまった場合も、皮に成分が浸透してしまうということになります。慣れない作業でもたついたり、クリームの量が均一でなかった場合にも、あっという間に皮に浸透してしまい、シミや塗りムラの原因になってしまいます。一方で、乳化性クリームは、水を含んでいるためシミができにくい、という特徴があります。シミができにくいので失敗しにくい、という観点から、初心者には、乳化性クリームの方が、扱いやすいとされている理由だということが、わかりました。ただ、先ほども紹介した通り、ろうを多く含む油性クリームの方が、簡単に、ツヤを出すことができるので、まずは、失敗しにくい乳化性クリームで練習をしてから、徐々に油性クリームにシフトしていくことをお勧めします。それ以外にも、捕獲がメインの時は乳化性、ツヤを出したい時は油性と使い分けていくのもお勧めです。いかがでしたでしょうか？今回は油性と乳化性について、紹介させていただきました。どちらのクリームも、それぞれ、長所と短所があるので、性質を理解して使い分けることが、できるようになれば、さらに靴磨きが楽しくなります。皆様もぜひ、
チャレンジしてみてください。この動画が、参考になれば幸いです。それでは、